吹き出し。吹き出しは、主に漫画で、登場人物のセリフを表現するために、絵の中に設けられる空間のこと。吹き出しとも書く。英語では、スピーチバルーンという。通常は楕円型に三角形がくっついたような形、図位をしており、楕円形の中にセリフを描き、三角形の頂点が指す、人物がそのセリフを発していることを表す、図語、なお、 コマに出てこない人物のセリフの場合は三角形が楕円の内側に来る。つまり蓮の葉のような形になる。また、周りを楕円形でなくギザギザにする図にと大声で話していることを表し、楕円型を点線で描いたり、小さく描いたりすると小声で話していることを表す。三角形が二股になっていると二重章で話していることになる。楕円形の代わりに、 雲型の空間を作って三角形の代わりに連続する小さな楕円を使う図3と楕円の向かう先にいる人物が雲型の空間に入っているセリフを心の中で思っていることを表す場によっては小声で話していることを表す場合もあるこの吹き出しをしばしばモノローグということもある角ばった吹き出し図4はテレビや電話などから聞こえる声を意味したり 外国語を話していることを形式的に表現することもあり、吹き出しの付加する意味は漫画の文脈とも密接に関わっている。吹き出しの中のセリフには、句読点は付けないのが普通であるが、疑問符、簡単符などは頻繁に使用される。小学館など句読点を使用する出版社も少数ながら存在する。基本的に縦書きで書かれることが大半だが、 また言語で喋っていることを表す等のために併用して横書きが使用される例もある。基本のセリフを意味する吹き出しに限ってもその形状は漫画家によってかなり異なる。また同じ作家でも時期による変化もあれば作品によって変えている場合もある。ここで図示したのは日本を代表する漫画家の例で左が手塚治虫の右が長谷川町子の使っていた。 吹き出しの一例である。手塚は、自身の日記の中で、これは彼以前の作家の使っていた形状によしくる、と書いている。なお、四コマ漫画、ただしちゃんの冒険、1923年朝日グラフが、日本で初めて吹き出しを用いた漫画とされている。商業ベースの漫画においては、吹き出し内のセリフは二種類の書体が混色、混ぜて使用をされている。漢字は、 ゴシック体、かなは、アンチック体、アンティークイコールアンティークの意となっているのでこれを、アンチゴチという、日本の漫画発展史の中で、過読性の追求により開発されてきた方法と言える。大抵の商業誌に使用されている、ゴシック体は、主流の信号などのモダンサンセリフではなく、筆の動きを感じさせる、古風な、しかし落ち着いた一の書体である。これは、 石井ゴシック体と呼ばれる書体で、社食メーカー大手、宇都市圏の創業者、石井も基が書き起こしたもので、常にスタンダードとして使われており、宇都市圏以外のシステムを使う場合にも、雰囲気の似た書体が選ばれることが多い。出版社によっては、同じ社食メーカーの森沢の書体を使用している、場合もある、講談社など、ネームを自力で作って貼っているような同人誌などで、 ワープロ専用機、ワープロソフトなどで混色が技術的に困難な場合はすべてが明朝体になっていたりもしたため混色について知らない人間でもここから同人誌っぽいという印象を受けることがある。最近ではパソコンの普及によりワープロソフトであるいは漫画制作ソフトを用いることで商業史に近い組み方が容易になってきている。そういった需要も踏まえて一般向けに アンチックカラダの販売も増えてきているが、混色をあえて行わずとも、ゴシックとアンチックを組み合わせた、コックフォントという形でのフォント製品も販売されている。また、吹き出しの中の文字を不気味な書体、コイン体などにしたら、怖いことを喋っているという表現になったり、かすれた文字にするとなどがしわがれた状態だという、表現になったりと表現の形はである。 商業紙でこういった特殊な表現に好んで用いられる、ボカッシーや稲崩れといった独創的な書体の多くは、写し験システム専用で、ほとんどはマッキントッシュベースの DTP では現在ところ、使用できない。写し験機は、通常500万円以上するため、パソコンとフォントの組み合わせなどと違い、漫画のために個人で導入することは考えづらい。 社食会社に発注する方法もある。漫画家によっては書体と手書きを使い分けたり、場合によっては全部セリフが手書きというケースもある。以上の解説は主に日本語圏における吹き出しの解説であるが、吹き出しのルールは地域によって若干異なり、漫画の国際的な流通が盛んとなった今日では、翻訳の際に大きな障壁となることがある。アメコミをはじめ、 英語圏では吹き出しを独立して描かず、コマの余白か、コマの枠線を部分的に使った吹き出しにセリフを独特の手書き文字で描くことが多い。これを翻訳して文字を貼り直すことはさほど困難な作業ではないが、一方、日本の漫画を英語に翻訳する際には、いくつかの障壁が存在する。第一に、縦書きと横書きで閉じ方が逆になるため、コマの順番が入れ替わる。 このことについては原稿を共像にしたり、一コマずつ切り離して、再構成した上で翻訳し、鏡文字になる擬音などの描き文字は、強引に修正する方法が広く取られてきたが、近年では原作を尊重する動きから、あえてそのままの原稿で横書きに翻訳し、読み進める方向読者に指示する解説ページを、最終ページ、つまり、 現地読者にとって最初のページだと思われがちな部分に添える編集スタイルが見られるようになった。複雑に配置された吹き出しも元の意図を尊重した翻訳をすることができる。また手書き文字はある程度残され断外に注釈が添えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。